今からですね、スタンドのガソリンの入れ方をやっていきます。まあ簡単ですから誰でもできるんですけど、一応見ててくださいね。まず開始ですね。いらっしゃいませ。エンジンを停止してください。お支払い方法を押してください。で、プリカというところ、現金、まあどちらかでもいいんですけど、私はプリカ、プリペイドカード持ってるんで、プリカですね、押すと。カード裏面に印字された番号の下3桁を入力してください。3桁の裏のですね。カードを入れてください。この部分を入れてください。それでカードを入れると、カードをお取りください。カード出ますから、下記のカードをお持ちください。私は楽天カードを、ね、持ってますんでね、この楽天カードを入れます。ありと、カードを入れてください。こっちの方がポイントがね、ポイントで少しでも引かれるので得ですよ。ポイントがつくので。カードを入れますよね。お取りください。1800円あるので、私は軽自動車なので3600円ぐらいかかるので足りないですから、これはまあ入金ですね、こういう時は。お金を挿入して入金金額をタッチしてください。で、僕は3000円入れるので、ここに3000円のところね。先に現金ですね。現金を入れます。お金を挿入して入金金額をタッチしてください。お金を挿入して入金金額をタッチしてください、はい、そしたらですね、ここに、数字が出ますので、自分が入れた入金したい金額をタッチすればいいだけです。それでこのまま、給油したい方は給油をしてください。ありがとうございました、はい、これでね、あとは給油を一緒にですが、レシートをお取りください。レシートを取りまして、ね、それで確認、給油する油種をレギュラーかね、廃油か軽油か選んでいただければ。私はレギュラーなんで。給油する数量、金額を指定してください。満タンですね。お好みを押すポイントのご利用方法。さっきの楽天のカードの、ね、ポイントを使うかどうか、12ポイントあるので、利用すると。利用するポイントを入力してください。その利用ポイントを押して確認ですね。レシート発行で発行しないかするか、まあ、する僕はするので。静電気除去シートに、はい、で静電気除去シート、ここ給油を開始してください、ね、静電気がついてるんで、手でねこうタッチして、それでここのところですね、上げていただいて、これね今から入れていきます。このようにして、まあ、ガソリンを注入すると、まあこのようにね簡単にできますのでね。私もね、実は最初来た時、車の免許取り立ての時はね、やり方が分かんなくて、一応ガソリンスタンドの店員さんによく聞いたりはしたんですけど、まあ誰でもね、こうやって順序さえ分かれば簡単にできますんでね、この通り分からない方はやっていただければですね、簡単ですから。でね、満タンになる、満タンになったらカチッと来ますので、音が出ますのでね、それで止まりますから自動で。奥まで突っ込んでいただいてね。結構ね、ガソリンの量がね空だったんで3000円は超えますね。軽自動車なんでね、私の場合は25リットル入りますから。はい、終わりましたね。このガチャンって上がりますから、勝手に上がってくれますから。それでちょっと振ってからね外してください、このようにね。それでこっちの蓋を閉めまして、ね、ね、カチャッと今で閉めて、はい、OK ですね。あとはレシートを取ってね、はい、これで終わりです。じゃあ、チャンネル登録できましたらよろしくお願いします。
いい情報を発信しますんで、ぜひお願いします。